士との決戦、侍武蔵地元大阪でボブサップと決戦やっていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ボブサップ選手、今表情を見たら非常に、まあ、武蔵はサップが相当飛ばしてくるだろうと。さあ初対決、あ途中と止めましたね、グラブを合わせて、さあ距離を詰めてくる、うわー、本当にだ、ただ引き込んでくる、まずはこのビースト、危ない危ない、左右のビーストがパンチだ、危ない危ない危ない、パンチが力強さを増しております。気合入ってますよね、いや緊張感、さあ、何がいい、まず打ち、ね、なるほど、とにかく今いろいろあると思いますから、はい、ハイキック、いい考え、ワンツー打ち出しましたね、ボブサップ、カウンターを待つようなスタイル、ボブサップ、サブサップ出た、この両者の対決ということになります。さあ残りは5秒となりました。さあサップが出た、ご覧いただくわけですけれども、はい、迫力満点ですね。そうですね、皆さん今日まずこのボブサップと武蔵という対戦、はいはい、この両者の戦いはどんなところを楽しみにしてますか。いやもう絶対に武蔵選手にですね、ボブサップを KO で倒してほしいですね。なるほど、はい、倒すんだったらどうですか、ハイキックですかパンチですか。いや思いっきり殴ってください。今度この第2ラウンドの立ち上がり、さあサップがまず出ました、そうですね、なんか今日は冷静に見ても思うんですよね。なるほど、ああいいんだ、カウンター、カウンター狙ってますするボブサップ選手になってきましたね、武蔵大の字、ここで背を一瞬向けてしまったところ、この2発目ですね、これ後頭部に入りました、まともに後頭部から入ってしまいました、武蔵選手、大の字の声になってませんね、非常に心配です。大晦日の大阪ドームの決勝か、頭、はい、青コーナーボブサップサイドなんですが、ね、はい、ボブサップの方はもう勝ちました。世界と戦う侍武蔵、この不屈の精神力、闘志、さあどうサップが連打、サップが連打、危ない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 、武蔵がダウン、立ち上がり立ち立てるか、カウントが絡める、どうだ、勝った、時間ありますね、まだ、そして再びサップの突進、まだ第2ラウンドは残り1分20秒あります。後頭部への攻撃を受けてしまった武蔵、またリード多いですよ、また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 多いですよ、武蔵動けるか、ナイスミドル、完全にゆっくりですよ、いかにゆっくりですよ、ボブサップ左、ナイスミドル、ナイスミドル、サップはガード、ここで第2ラウンド終了、仰向けに倒れ込んでしまった武蔵、この猛攻、畠山さん、ものすごいラッシュでした。そうですね、まあ、このボブサップのパワーでね、パワーはあるんで、そうですね、はい、しかもまあ、ああいったアクシデントの後ですから ね、まだちょっと意識もあるかもしれません。いや宇野さん、はい、すごい戦いですね。そうですね、戻ります、ボブサップ相手にはどう出てくるか、武蔵の動きが良くなってきましたよ、ロキック気合入ってますね、武蔵のロキック詰めてきました、この距離は絶対クリンチした方がいいです、いいですよね、この突進、はい、スタミナ切れました、あの右ストレート狙ってくるサップはミドルキック、はい、赤コーナー、武蔵いいストレートありました、いいボディボディだ、右のボディ、いい形で入った、すごい、武蔵選手が向かってきました、ボディが効きました、ボディ戦う気持ちにした、このこんな武蔵選手は、ボディが効いてます、ボブサップサイドなんですかね、ボブサップ武蔵だ、サウスポーサイドが左、キラー、ナイスボディ、ナイスボディ、さあ効いているぞ、弱気ですよ、この顔になったらダメだ、冷静にね、武蔵選手もね、ボディ狙ってますから、ボブサップ、ああ、あと、ミドルキック、一瞬止まった、カウントが下がっちゃいましたね、一打一打に、ボブサップ、武蔵も、一打をラストに決定、次の殴り合い、そう、大阪の、すごい試合でした、赤いグローブ、武蔵。
いやー清原さん、素晴らしい武蔵選手の闘志を見ました、はい、すごかったですね、はい、もう感動しました、かっこよかったです。一打一打の声聞こえました、清原さん。そうですね、なんていうんですかね、魂のこもったキックとパンチがね、ボブサップに効いてたと思いますけどもね、途中から完全にましたから、ね、はい、もうちょっと泣くとかだったと思いますこの赤武蔵勝ちました、大阪